思い出の罪プラレ流集。セイントセイヤ、フルアクション、セイントサジタリアス。1986年に始まったセイントセイヤのアニメは好評を博し、ゴールドセイントが多数登場する12級編において、その人気は不動のものになったかに見えた。しかし、度重なるオリジナル展開による引き伸ばしによって無理が生じ、原作の展開に追いついたことで、約3年に及ぶ放送にひとまずの区切りをつける。その後も、鎧伝サムライトルーパーや、天空戦機シュラトなど、美少年が、特殊能力のあるバトルスーツを装着して戦うジャンルが優勢を極め、これには、メインターゲットのガキンチョのみならず、腐女子の支持も成功の原動力となったという。セイントセイヤは、いわゆる、ジャンプ黄金期のアニメ作品でして、1986年からアニメの放送が開始され、現在も、世界中にファンが存在する人気作品なのでおます。ぶっちゃけ、初期の、ヘルメットみてぇなクロスのダサさや、オリジナル設定にどうなることかと思いきや、瞬く間にファンを増やしちまったのですよ。さすがやね。光物に目がなかったが近所に受けて、バンダイさんのセイントクロス体系が大ヒットをかました上、キャプテン翼から乗り換えた、腐ったお姉様方が熱狂的にプッシュしたおかげで、当時のコミケ会場は、精度の低いコスプレグッズをまとった腐女子が集い、さながら、サンクチュアリのようなありさまとかしたのですよ。パナイネー。そうだ、その通り。この顛末により、自分で描いたやーあんなイラストをだね、机の引き出しに溜め込む熱烈なファンが誕生したのよ。これ本当。生み出された数々の腐女子向けの薄い本は晴天とかし、腐った女性向け同人誌の作り方の基礎が、まさに、この頃誕生したと言っても過言ではにゃーのでございやす。なんやかんやで、この方々がキャッキャウフフした結果、聖夜くんに四流くん、氷河くん、春くん、一輝くんが、日本全国にあまた存在する状況になり、昨今のリバイバルブームで自分の名前の元ネタを知った当事者が、自分の親が腐女子だったと知って驚愕するパティーン。そいつはちょっと、きついわー。アニメの初期は、主人公である聖夜たち、5人のブロンズセイントが人気だったのだけれどもね。ゴールドセイントのお兄様方が登場すると、驚異的な人気を獲得したのだよ。なんと、光物が好きなのはガキンチョだけではなかったのですよ。中でも、サジタリアスのアイオロスは、凄まじいまでの人気を誇っていたのでございます。そうだっけ？アイオロスは、サジタリアスのゴールドセイントで、同じく、ゴールドセイントである、レオのアイオリアの兄ちゃんだったモンザイモン。ジェミニのサガが、生まれたばかりのアテナを殺害しようとしている現場に居合わせ、これを阻止したのはいいけども、アテナの殺害を図ったと、すべての罪をサガになすりつけられてしまったもんで、赤ん坊のアテナを抱いて、サンクチュアリから逃亡する羽目になったのですよ。参ったね。その際、他のゴールドセイントとの戦いで負荷で追い、偶然、ギリシャに来ていた木戸光政に、アテナとサジタリアスのゴールドクロスを託して絶命しちまったのでしたとさ。おててのフシとフシを合わせて、フシ合わせー。つまり、アニメ本編では死んじまっているお方なのでございます。すでに死んでる奴がすんげー人気だったなんて、容易には信じられないのにちげーねー。だが、しかーし、アイオロスの死後も、その残留思念はサジタリアスのゴールドクロスに宿ってたもんで、聖夜たちの危機をたびたび救ってるんだよ。わけわかめ。基本的に、聖夜のクロスが敵に破壊されると、サジタリアスのゴールドクロスが飛んできて、そんでもって、聖夜がゴールドクロスを装着するという極めてベタな展開ながら、このテンプレに興奮する方は多かったのだよ、初見さん。特に、アニメの劇場版では、毎回、ラストバトルにゴールドクロスが飛んできて聖夜が装着、サジタリアス聖夜が誕生するのがお約束だったりしたもんで、サジタリアスのゴールドクロスに、聖夜の最後の切り札みてぇなイメージがついて好評だったのでござりましょう。こんな展開、ありえなーい。時は1985年、バンダイさんからスパイラルゾーンという、アクションフィギュアと周辺機器を軸としたミリタリズムあふれる商品が発売される。ストリームベースの小田正宏氏と、漫画家の近藤和久氏による企画は、漁師に加えて、大川楽に推しのデザインワークに参加していた。出来の良いアクションフィギュアは他の商品にも転用され、セイントセイヤや、仮面ライダーブラックなどの派生商品も誕生したほか、アクションフィギュア単体でも発売されたという。キットの値段は1800円。1987年に発売されたキットだよ。そもそも、1985年にバンダイさんが発売した、スパイラルゾーンというアクションフィギュアを核とするシリーズがありました。ガンプラブームが遠い日となり、ガンプラの人気が芳しくない中、さらにリアルな表現を持って、ホビーユーザーにアピールしようとした画期的な商品だったのですよ、皆の衆。その、
通り。要は、GI 上や、タカラさんの変身細胞具みてぇな商品だもんで、基本となる可動式のフィギュアが制作されたのよ。このフィギュアの出来が良かったもんで、後に単独で発売されたほか、バンダイさんの版権キャラクターを使った商品も少数ながら発売されたもんちっち。セイントセイヤからは、フルアクションと銘打って、主役のセイントペガサスに、人気だったセイントサジタリアス、それに、ラスボスだったセイントジェミニが発売され、あとは、フルアクション仮面ライダーブラックなんて商品もあったもんだよ、こんちくしょう。とにもかくにも、1987年は、ゴールドクロス関連のトイがバカ売れしちまった年でして、中でも、セイントクロス体系のサジタリアスは、この年の男児向け玩具では最大のヒット商品だったのですよ、こんちくしょう。当然ながら、サジタリアスのプラモデルも3種類が発売され、そのうち2種類が、フルアクションやデラックスという1000円を超す豪華仕様で、高いだけになかなか買えず、当時のガキンチョの憧れだったのでござりましょう。そうかそうか、よかったね。このキットは、クロスが美しいゴールドメッキ仕様で、フィギュアも36箇所の関節が稼働し、そこそこのポーズが取れるほか、守護星が携帯にできる、可動式の台座がついているのが素敵、素敵すぎ。当時の組み立て式フィギュアとしては、かなり出来が良いキットで、片仮名で型にならない点はすんばらしいの一言。ガキンチョのみならず、大きなお兄さんにも受けていたのは間違いないかと思いやす。ですよねー。冷静に評価すれば、パーツがポロポロ取れやすい点や、顔が、シリーズ通して変わり映えがしない点、設置性が悪いにもかかわらず、フィギュア用のスタンドがないなどの欠点があったのだけれどもね。当時はすんげー人気だったもんで、これを手にしたガキンチョなどは、おそらく、興奮して目が曇っていたのにちげーねー。デザインは違うものの、セイントクロス体系の、究極のゴールドクロスがもらえるキャンペーンで悔しい思いをした方々にゃー、このキットが救いとなったのは間違いねーのでございやす。よくあることだよ、しゃあないねー。ちなみに、セイヤのフィギュアを使い、ニコイチでサジタリアスセイヤを再現するのは、当時のファンなら誰もが考えそうなことなのだけど、可動式フィギュア自体は、シリーズ通してあんまし変わらないので意味がねえよと言っておこう。当時はメッキ仕様のプラモデルが多かったけども、メッキ落としなどの、作業工程のめんどくささに文句を垂れる奴はいませんでしたね。ノウハウやマテリアルが不足している状況では、模型紙に載っているような作例を作ることは困難だもんで、大抵、簡単に入手できるクリアイエローやクリアオレンジでリタッチして満足してましたしね。でもね、まあ、なんだ。中には、時間がある時に作ろうと思って取っといて、そんな時間なんてとうとうできずに、めんどくさくなって積んじまうやつも多かったそうなのですよ。何せ、時間が経つほど、お手軽な改造じゃ満足できなくなるのが人情ってもんじゃないですかい？自分で上げに上げたハードルを超えられずに、黒サフ吹いたまま放置しちまうのも人情ってもんなのですよ。あいたたたー。そんなん言ったら敵作りますよ。このキットも現在はプレミア化しているけども、当時の大人気商品だけにかなりの数が出回ったのか、中古市場にもそこそこ残っていると見えて、だいたい6000円くらいで売られてますな。まあ、最近は出来の良いフィギュアがわんさか出てますからね。コレクターや、思い入れのある人でもなければ買わないだろうけど、可動式フィギュアの方はだね、場合によっちゃ、劣化してる場合があるので注意が必要なのでござんすよ。はい。そんなもん、わかるかーい。次回のキットは、これだ。